こんにちは。朝8時半です、ちょっと薄い雲がかかっています。今朝は冷え込みました。で、厚めの氷が張ったんですが、なかなか寒くて外に出られませんでした。霜も降りたようですね。ジャーマンアイリスピュアーズゴールド、ちょっと花びらが透明っぽくなっています。もう一つの花が開き始めたところです。梅もどきはほとんどヒヨドリに食べられて、葉っぱもちょっと汚くなっています。アガパンサスの、これは下を向いて咲くタイプ、葉っぱが黄色くなりました。宿根ガーベラ大丈夫でしょうかね。本当に霜でやられてしまうと下を向くので、なんとか大丈夫そうですね。ライトピンクは一つだけですが元気です。鷹の葉ススキ、日に日にボロボロになってきています。ガーデンアルストロメリア、だいぶ霜が降りたようで、今はもう溶けている状態ですけどもね。でもこれは丈夫そうです。このサマーフィーリングも大丈夫だと思います。インディアンサマーにはたくさんの水滴がついているのがよく見えますね。ダリア、アイオライト、これは意外に丈夫でした。赤いエキナセア、凍ったみたいですね。色が変わっています。サザンカ、シンソブエ、これはピンクが綺麗なので大丈夫のようですね。それからこの朝倉、だいぶ花の数が減ってしまいましたが大丈夫です。ここから昨日の午後の動画になります。西洋ノコギリソウにオオカマキリの卵、それもダブルでありました。花友のお家の花水木の枝にハラビロカマキリの卵が産みつけられていたというので行ってきました。ハラビロカマキリのカマさん、左釜を失ったようなんですが、元気に網戸をよじ登っていきます。けなげですね。その後、黄色くなったアガパンサス刈り込んでおります。ここから少しだけ早送りです。新品のノコギリ釜、稲刈りとかをする釜ですね。とてもよく切れます。いい音が聞こえているでしょうか。こういう道具は切れすぎても怖いんですが、切れないのも怖いんですよね。力の入れ方が悪いと怪我をしますので注意しましょう。これで一株刈り終わりました。こんな感じですね。で、腐葉土をパラパラと適当にかけました。今日の11時です。晴れていて、外壁に花アブがやってきて日向ぼっこです。ジャーマンアイリス元気に復活しました。ちょっとびっくりですね。スイセンもアルストロメリアもみんな無事です。暑さにも寒さにも強くてありがたいんですが、このエキナセアも復活しました。植えて間もないデルフィニウム、腐葉土でちょっとだけ防寒対策をしたんですが、寒さには強いということですね。大紫式部の葉っぱ、まだ落ちないで頑張っています。植えたばかりの襲名菊はちょっと葉っぱが傷んでいますが、小さな可愛らしい芽が出てきています。万葉も今のところ大丈夫そうですね。ライム、ファンタジー、ライミーハーフ、まだ葉っぱは無事です。植えたばかりのボタンクサギ、これも元気です。丸尾です。冷水の滝行、撮影拒否ですね。その後箱入り息子になってお昼寝です。晴れたり曇ったりして、曇ると寒いんですが、今日も元気に頑張りましょう。バイバイにゃー。